安倍公用は、日本のプロレスラー。2007年8月5日、DDT プロレスリング後楽園、ホール大会の対、まさかかなし戦でデビュー。本人も認める、相当の兄オタである。2008年7月5日のアイスリボンなど、チョップ合戦の際、モビルスーツの名前で、古今東西をやったりするが、時折、マクロスネタを間違えて出したりすることがある。また、 オタクファイターとして、長島ジエをつツ一郎をリスペクトしており、自らも、安倍ジエンオツ公用と名乗りコスプレをして、試合に臨むことがある。大橋徹、原島のユニット、ディザスターボックスにない弟子として、ユニット入り。6人タッグなどでの出場機会が多くなり、その後2010年8月5日の、戦うビアガーデン2010で、正式メンバーとして認められる。 2009年8月3日、新際大会、戦うビアガーデン2009初日を、石井会海と共にプロデュース。コスプレランブルにて、鈴宮春日、綾波玲、初音ミクの衣装で3回登場し優勝したが、花嫁衣装のいぶしこが突然登場。ジャーマンスープレックス一発に敗れた。9月13日から10月25日、DDT の若手限定リーグ戦。 ヤングドラマ杯に出場。予選リーグ最終戦で、石井絵海と対戦。引き分けのため同率2位になったが、直後に行われた石井との決勝進出者、決定戦で、石井のニールキックに敗れ、3位に終わる。2011年1月28日、DDT との契約満了を発表。DDT 公式ツイッターにて、 プロレス以外の世界も見たくなって契約しませんでしたと更新しなかった理由を述べている。9月頃より、スタイル、E、プロレスリング、シークレットベース、ガッツワールドプロレスリングなどへ参戦。2014年11月、頑張れプロレスへ参戦。3年ぶりに、DDT 系の団体へ参戦した。ありがとうございます。